皆さんこんにちは。今回ご紹介いたしますのは、今こちらトヨタの純正のデジタルミラー、それからこちらがビルトインドライブレコーダーが映し出されておりますけれども、こちらのトヨタが採用している最新のドライブレコーダーと、今巷で最もパフォーマンスが高いと言われておりますマックスイン A002、 こちらとの比較の観点で今回ご紹介していきたいと思います。今ドライブレコーダー純正にしようか、または社外にしようかということで検討されている方多いんではないかと思いますので、ぜひご検討されている方は最後までご覧になってみてください。でまずこちらのトヨタ純正のクラウンについてますスマートミラーの機能についてなんですけれども、まずこちらに物理ボタンがついております。でこちらを押していくと、まずこちらが軌道調整がついています。で、こちらが上下調整がついています。で、こちらにしますと左右のオフセット調整。で、こちらにしますと傾きの調整。で、さらにこちらがズーム機能。で、こちらになりますと、まあ、自動軌道調整のオンオフで、こちらになりますと自動防減機能っていうのがついてますので、まあそのオンオフです。ここを見ていただくとオフの時はつかないですし、オンの時はつくといった、こういった機能がついております。でこちらを下げると、こちらのモニター画面が消えるようになっておりますし、こちらを上げるとモニター画面が映ると、こういった機能になっています。次にこちらビルトイン側のドライブレコーダーの機能を見ていこうと思うんですけれども、こちらのドライブレコーダーなんですが、まず手動録画というものがあります。で、この手動録画というのは前後10秒間、計20秒間の収録ができるということになりますので、まあ押せば、まあ、前後手動、まあ、常時録画がされている中で、まあ、ここをポッと押すことによって前後10秒間動画の収録ができるようになるということになります。でさらにこちら見ていただきますと4つの項目があって、常時録画、手動録画、イベント録画、駐車中の録画というモードがあります。常時録画に関しては前方、それから後方、両方もちろん収録できるタイプになっているんですけれども、解像度に関してなんですが、こちらの前方に関してなんですけれども、こちらの方が 1920×958p ということで、少し 1080p からはサイズが小さくなっております。でフレームレート自体は 10fps と結構、まあ、荒いフレームレートになっているということになっております。で次に後方なんですけれども、こちらの方は 1920×712p ということで、前方よりもさらにサイズが小さくなっております。フレームレート自体は 30fps となっている仕様のものとなっております。で常時録画に関してはこちらは100分まで収録ができるようになっておりまして、 SD カード自体がこのディスプレイオーディオには付けられるようにはなっていないので、 USB ポートまたは携帯にファイルを転送する必要があるということになっております。でまたこちらなんですけれども、今保存データに関しては 30fps なんですけれども、ミラー自体は60fps と、まあ、いうことになっているようです。で手動録画も先ほどご紹介した通りなんですけれども、こちらになります。まあ、前後10秒10秒の計20秒ということで動画収録がされるようになります。ちょうどここのポイント、あ、だいたい15秒ぐらいですね。カタログ上は10秒って書いてあるんですが、実際は15秒ということになっているようですので、まあ、こういった形で手動で動画を撮ることが
できるということになっております。それから手動録画の保存できる数なんですけれども、今これゼロになっていて、すべて使い果たしたんですが、でこれサムネイル今出てきてるんですけれども、合計で10本。で、広報も計10本ということで、20本まで収録できるようになっています。で、次にイベント録画なんですが、先ほどご紹介した通りなんですが、説明書上は10秒10秒ということになってるんですけれども、実際にこちら今再生して確認している限りですと、まあ、前が18秒で、後ろが、まあ、12、3秒くらいということで保存がされるようになっております。で、こちらの方なんですけども、録画の地点ということで、まあ、こういう感じで、どこで録画されたかっていうのが、この地図上で確認するということもできるようになっています。で、先ほどこれ前方だったんですが、もちろん後方ということで見ることも可能と。はい、こちらなんですけど、こちらは少し若干長くなっておりまして、前方が18秒、で、トータルとしては46秒ということで、少し収録時間が前方に比べると長くなっていると、まあ、いうことになっております。イベント録画も手動録画と同様でして、前方で10本、で、後方で10本、計20本まで動画の収録ができるようになっています。で、最後に、こちらなんですが、駐車中の録画ということになるんですけれども、こちらに関しては、衝撃が検知してから60秒ということになってます。なので、この手動録画や常時録画のように、全国間で収録できるようにはなっておりません。こちら開いてみるとわかるんですけれども、このように、最初の出だしからもう、衝撃が検知してから、約30秒間、収録がなされる方式のものとなっているということになっております。で、こちらの駐車監視なんですけれども、これはもうあくまでも衝撃検知のみということになっておりますし、かつ、12時間までしか駐車監視というのができないということになります。これは、補助バッテリーというものが今ついてなくて、車両の補給バッテリーを使って駆動させておりますので、バッテリー保護という観点から、現状はそういった設定になっているということになります。それから、トヨタのビルトインドライブレコーダーなんですが、こちらの車両のところでの車両カスタマイズ、で、こちらドライブレコーダーという項目がありまして、このように調整ができるようになっております。で、まずドライブレコーダーを使うか使わないか、それから音声を録音するかしないか、でこちらイベント検知感度、高標準オフの設定、それからゲストモードでの録画、駐車時録画の衝撃感度、こちらも高感度標準低感度オフ、で最後に駐車中の録画通知ということで、こういった設定ができるようになっております。はい、次に A002 なんですけれども、まずこちら、リアの収録動画になるんですけれども、この収録動画のサイズ自体が全く異なるということになります。トヨタの純正ドライブレコーダーは1920のこちら715だったと思うんですけれども、高さ方向の映像が限定的となっていると、まあ、いうことになりますので、まあ、実質視野角が非常に狭くなっているということなわけなんですけれども、この A002 シリーズは、横はもちろん1920、で、縦は 1080p ということになっておりますので、縦方向もしっかりと収録ができて十分な視野角がありますので、後方の車がいるわけなんですけれども、ナンバープレート等の取り逃しというのも、まあ、非常に少なくなるということで、安心感の高い収録ができるというところがまず一つ優れている点になっております。で、もう一つ、トヨタの純正ドライブレコーダーも、このミラー越しでのフレームレートは 60fps となっておりまして、この A002 のこのモニターの見た目もおすすめできるポイントになっているわけなんですけれども、
もちろん 60fps となっております。で、かつ、これ1800カンデラということで、非常に高輝度に仕上がっておりまして、昼間明るくて、これ、ミラードライブレコーダーなので、当然、このように、鏡として、ミラーとして使うことができるわけなんですけれども、液晶画面が暗すぎちゃうと、ミラーが明るすぎてしまって、この画面に何が映ってるのかっていうものが結構見にくかったりするものがあったりするんですが、このドライブレコーダーは1800カンデラということで、もう純正と遜色のないぐらいの高輝度モニターとなっておりますので、昼間でも異常に明るく後方の目視が確実にできるということになっております。なので、このミラー越しから見る後方の視界と収録、動画での後方の視界というものに非常にこだわって作られているというのがこの A002 シリーズの純正と比較した時の大きな特徴でありアドバンテージとなっております。もう一つこちら非常に純正品よりも優れている機能というのがありまして、純正のドライブレコーダーに搭載されている駐車監視というのはこちらにもあるんですが、この衝撃検知のみになります。で、この衝撃検知って言われても、いまいち分かりにくいと思うんですけれども、衝撃が検出されてから6秒後ぐらいに動画が収録されるようになっております。そうしますと、この衝撃検知受けてから、その後に録画が収録されたとしても、衝撃を受けたその瞬間を捉えるということが、できないということがほとんどだったりすると思います。で、こちらのドライブレコーダーは、この衝撃検知っていうのはもちろんついているんですけれども、さらに衝撃検知にこのタイムラプスというものを追加した装備というものがついております。で、もともと、このタイムラプスっていうのが、純正ドライブレコーダーに採用されてない理由っていうのがありまして、それは、このタイムラプスって今こちらに、録画時間設定っていうのがあるんですけど、30分から24時間まで設定ができるようになっています。で、機種によっては無制限というものもあったりするんですけれども、この A002 は24時間までになっております。で、それはなんでかと言いますと、通常の使い方ですと、車の補給バッテリーを使って、このドライブレコーダーの駐車監視というのは運用するのが、日本ですと一般的になってるんですけれども、海外に目を向けてみると、韓国や台湾、中国等では路上で駐車をするというのが一般的になっているので、駐車中の車上荒らしとかドアパンチ、そういったものを受ける時があるので、常にこの駐車監視っていうのは使えるようになっています。そうしますと、これ今24時間にはなってるんですけれども、制限なしの設定ができるドライブレコーダーというのもあります。そうしますと、今度、補給バッテリーを使って干渉するわけなので、バッテリーが上がってしまうということがあったりもします。で、今現状トヨタの純正ドライブレコーダーが、この衝撃検知のみになっているっていうのは、補給バッテリーの電圧保護のために、この衝撃検知のみがついています。で、タイムラプスと衝撃検知にしますと、タイムラプスが追加されるわけなので、常にこう収録するということになるので、消費電力が伴ってくるということで、バッテリーの電力自体がやはり消耗しやすくなってくると、まあ、いうことがあります。なので、このタイムラプスというのは純正では採用されてなくて、この衝撃検知のみとなってる。でも本来だったらいつ、どういった状況で何が起こるかわからないわけなので、当然このタイムラプス衝撃検知っていうものは機能が一緒の方がいいということがあります。なので、ここの違いというものが今回この A002 と純正ドライブレコーダーとで大きな違いというのもありまして、この A002 に関しては衝撃検知にプラスタイムラプスが設定されているということが非常に大きなポイントとなっております。もちろん私もこれ24時間にセットしております。で、フレームレートは1から 4fps まで選べるようになっておりまして、この違いというのは SD カードの、まあ、容量ですね。その辺の違いがあるんで、SD カードの容量によって、まあ、1fps にすると1時間あたりの SD カードの容量というのは少なくて済みますし、
4fps にしますと、もちろん容量としては増えると。まあ、どちらがいいかっていうのは、SD カードの容量等で決めていただければということで、まあ、こういった機能が備わっているということになります。で、タイムラプスというのがどういったものなのかっていうことなんですけれども、これ今収録されている動画、リア画面になるんですが、こちらになっておりまして、これがタイムラプス録画ということになります。で、これを押していただくと、こう見ていただきますと、お分かりいただけると思うんですけれども、はい、こんな感じで、1fps ということになっておりますので、まあ、こんな形で非常にこう動きが速く見えるような形になっているわけなんですけれども、まあ、これによって短い容量で長い時間収録できるということで、まあ、こういった機能というものがついております。なので常に駐車しているときは常時収録されているといった、まあ、状況になりますので、ドライブレコーダーの前後のカメラになるんですが、証拠が映る可能性というのが非常に高くなるという点において非常に有効的な駐車監視の方式ということになっております。で、さらに今回この A002 シリーズでついておりますタイムラプスに衝撃検知が加わっているものっていうのはどういった収録方式になっているかと言いますと、こちらになりまして、これ今駐車監視でタイムラプスの設定になった収録動画になっております。まあ、こういった形でタイムラプスに衝撃検知ということになりますと、緊急録画ということで収録されます。今なんでこれ衝撃検知にタイムラプスになっているかというと、このドライブレコーダーはエンジンをオフにすると始まるわけなんですけれども、でさらにこれどっかで衝撃検知を受けて緊急録画ということになっているんですが、まあ最後私この動画を見ていただくとわかるんですけれども、まあ自分が帰ってくるシーンがあるんですが、まあその時にドアを開ける。まあそうしますと衝撃が車に伝わりますので、まあそれによってタイムラプスによる衝撃検知録画と、まあいうことになっております。衝撃検知プラスタイムラプスなんですけれども、まあ24時間駐車監視をするとなりますと、非常に車の安心感というのは高くはなるんですが、補給バッテリーで運用しているとなるとバッテリーの消耗が気になります。特に冬場になりますとバッテリーが上がってしまってエンジンがかからないといった状況があると思います。で、私も使ってるんですけれども、この駐車監視24時間、とにかく駐車監視を公共の場で常に使いたいという方にとっては非常におすすめなバッテリーというものがありまして、ドライブレコーダー専用のアイセルという補助バッテリーというものがあります。まあ、これを使うことによって、補給バッテリーのバッテリー上がりを気にすることなく、駐車監視を優先的に使うことができるということで、こちらの方も紹介しておりますので、ぜひご覧になってみてください。はい。ってことで、最後になりますが、私の所感なんですけれども、トヨタの純正ドライブレコーダーとの比較の観点で今回はこの A002 の魅力についてご紹介をいたしました。やはり何と言いましても、この大きなスクリーン上の画面でトヨタと同様で 60fps というフレームレートを実現していて、かつ非常に輝度値も高い1800カンデラということで、純正と全く見劣りのしない非常にくっきりとした明るさを保っておりますので、昼間でも非常に見やすくなっているということがあります。で、かつ収録動画に関しても、特に後方視界の収録動画、追突されてしまう恐れ等もありますので、ナンバーの取り逃しと、そういったものにも心配なく使っていただける機能を備えたドライブレコーダーとなっているというのがまず一つ目、優れているポイントになっております。で、もう一つは何と言いましても、まあ、私もそうなんですが、駐車監視を意識している方にとっても非常にアドバンテージの高いものとなっております。純正のドライブレコーダーはどうしてもバッテリー上がりを未然に防ぐために衝撃検知のみの駐車監視しか設定がないんですけれども、これはアフター品のメリットを使って衝撃検知プラスタイムラプス機能というものが使えて、かつ補給バッテリーを使うことによって24時間駐車監視を運用してもバッテリー上がりから解放されるということで、ドライブレコーダーとしては最高の性能を兼ね備えているこの
MDR-A002 ということで皆様にお伝えできるかと思います。はい、ということで今回は私もノアボクシーで非常に気に入って使っておりますこちらの MDR の A002B、 こちらのご紹介を今回はトヨタの純正のクラウンのドライブレコーダーとの比較の観点でこちらの魅力についてご紹介をいたしました。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。